こんにちは、国本佳代です。今日はだいぶ前に書いた、これポタリーのビスク、ポタリーの素焼きのもの、低温で焼くものなんですけれど、焼いたものに餌付けをしてですね、マイセン風の方を書きました。でその時、ここをやってなかったんですけど、これをやってですね、釉薬をかけて一回焼いてあるものです。これもう形を見たらもうやはり周りに金彩をやりたくなっちゃうので、今日は金彩をやりたいと思います。金彩はですね、ごく普通に、金油、金液、これ7000円とか8000円とかするんですけれど、こういうものに、それから、金油が必要です。金油は金が固まってきた時に、金液が固まってきた時に、薄める役目をします。あとは金用の筆、それと、スパチュラ、それに、昔買ってたガラス棒、はい、それに、鉄筆なんか、こういうのもあると結構楽ちんです。それとあと綿棒もあるといいと思います。綿棒は100円ショップで構わないと思いますので、こんな感じでちょっと用意しておきましょうかね。でまず最初に大事なのはですね、手洗うこと、それからこんなものも外しておいて手を洗ってですね、これアルコールです。アルコール絶対大事なので、アルコールですね。それとアルコールをですね、必ず、よく拭く。器に菌を乗せるところ、菌を描くところに手の油とか、あと唾液とか汚れとかがついてると、もう絶対いい結果が生まれないので、必ずきれいにやっていきましょう。それと使うもの、例えばこれもそうなんですけど、一応ちゃんとアルコールでチチッと拭いて、菌をかき混ぜる時の菌の棒もとにかくきれいにしておくことですね。で菌とか、まあ、上絵はもう汚れをとても嫌うので、周りに糸ぼこりとか出ないように、それとこのこういったものですね、こんな感じでキュッキュッキュッっていうぐらいに拭きます。まず金、これ初めて買ったらここにゴムが入ってるんですけど、これこういうプラスチック系のものの蓋があるので、ゴムを取ったら、金具で閉じたものをゴムで取ったら、ゴムの線を取って、今度これの線を使ってください。でこうなってる時も、この中の方に金が溜まってるので、私はまあ開ける前に振っちゃうと結構汚れちゃうんですけど、いっちゃ振ります。もう絵の具と同じ感じ。でちょっと置いてからですね、おもむろにこうダイレクトに手でこうやると、ここに手についちゃって次の作業ができなくなっちゃう時があるので、こうやって優しく開けていきます。そしたらガラス棒でよく混ぜます。下の方に菌が溜まっていて、やっぱり薄めてあるものなんですね、何パーセントって。だからこれやっぱりよくかき混ぜてですね、でここに出します。で出すとき私ケチなので、スパチュラで落とす。
な風になったらですね、大事なのはこれこぼさないようにちょっと蓋しときましょうね。足りなくなったらまた同じようにして出していきます。大事なのはこの時に出た時のこのとろみ感はとても大事です。そうじゃないと固くなったのがわからない、固くなりすぎて今度緩める時、筋乳で薄める時にこの硬さよりもこうどんどん薄くなると今度筋の色が出なくなりますので、この最初のこのイメージ、このとろみ感をよくこう確認しておきましょう。そしたら筆に、もうこれから先は普通です、もうごくごく普通に書いていきましょうね。どんな風に書くかまずは決めていくんですけど、できれば直接手をここに触れないような感じで、100円ショップで私こんなのを作っているんですけれど、こういうの置いて、こういうのかな、置いて使うといいです。お皿がこれくらいだとこの高さですね、ここの高さを置いた時にこの下にこうくぐっていけるような感じ。本当はこれなんか透明のやつがあると思います。でもまあこんなので代用できるのでこれで書いていきます。金は、一回何かちょんと書くとします。書いて失敗したらですね、アルコールでよく拭き取るんですけど、なるべくその拭き取るのが結構もう入念に拭き取らないと跡が出ちゃうので、そこのところだけは注意して、書き換えしないぞという感じで書いた方が無難かと思います。金って意外とムラが出ないですね。ですからこういう風に、まあ、輪郭書いてここの中を塗るとしますよね。ちょっと、まあ、こうしようか、やっぱりこうしようか、ペタ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 を塗ったとしますよね。こうパッと見た瞬間これムラがあるの分かります？ここのとこ、これ自体しばらく置いときましょうか。しばらく置いとくとこんな風に均一なイメージになっていくんですね。ですからあまりムラができたから一生懸命何回も塗っちゃうとかしなくてもいいと思いますよ。こんな感じで広がっていきます。ですからこことここの差が金ってこう 色目で出てきてると思うんですけど、これってあまり気にしなくていいです。ただあんまり重く乗せないことが大事かな。重く乗せると失敗する、剥がれたりするので要注意。描いているうちに絵の具がこんな感じにこう伸びなくなってきたらですね、金油、さっきの金油をこちらの器に開けてですね、でほんのちょっと最終量薄いかな、まあこれでいってみましょうか。薄くなるとよくわかると思うんです、こう開き、こう塗った時のこの感触落ちてくると滲みやすい形に、ちょっとやっぱり薄いかな、こんな風にちょっとなんか薄いでしょそしたらもう一度
こんな風にすぐ手についちゃうから、ついたら必ずアルコールで拭き取りましょうね。そうじゃないとこっちに移っちゃう。だから継ぎ足しの菌を使うときは要注意。自分の手を確認し、筆だけではなくて、こんな風に点を打つときは鉄筆、それからもっと他に丸いもの、筆のかかとじゃないけど、いろんなものを使って丸を打つときは使ってみるといいと思います。使いやすいですよ。とにかく金は書き換えると汚くなりやすいですから、最初から構想をある程度練って、どこにどんな風なデザインを入れるか決めていくといいと思います。上絵なので、ちょっとスタビロ鉛筆で描くか何かするんですけれども、とりあえずとにかくちゃんと構想を練ってから描き出すのが一番です。描き直さないことですね。いっぱい線も描き終えました。こんな感じに茶色ですけど焼いたら金に変わります。いかがでしたでしょうか。ではまた。